日々のニュースを日本株の投資に生かせ。この間、これ日本の新聞にも載ってましたけどね、中国の不動産っていうか、70% 下落したとかって出てたけど、70% 下落したりしたらもう日本だったら暴動起きますよね。で、恒大の社債だとか出してるね、いわゆる金融商品を、その元本が戻ってこないんじゃないかって言って、暴動が起きてますみたいな、庶民が騒いでるなんていうのは、もう結構何ヶ月か前からね、ニュースに出たりしてましたでしょ。だけど実際はね、それもすごいけど、マンションをね、住むマンション以外に2つも3つも買ってるようなね、そこそこの富裕層がね、買ったマンションどうせローンで買ってるわけでしょ。それが7割も下がったらさ、そもそもだって日本の担保の考え方と中国の担保の考え方が同じか同じじゃないのか俺にわかんないけども、日本だったら担保あれだよね。で、逆に返してくださいって言われてしまうでしょ。そんな話になってないのがまず驚きなのと、それとこの間の11月11日の独身の日で、あんまり大きなイベントは、なかったですよね。なかったんだけど、アリババの売り上げは過去最高9兆円とか、日本円で9兆円とか言ってたよね。そういうのを見ると、中国って不思議な国やなと思うんだよね。どうしてあんなに不動産が暴落して、そこそこの金持ちっていうか、そういう人が、多分、火の車になってると思うんですよね。そういう状態の中で、でもああいった、イベントがあって、いわゆる消費っていうのが、普通なら落ち込むと思いますよね。でも過去最高の売り上げになるっていう。そのデータが本当かどうかってことを言い出したらもうこれはキリがないけど。経済的に中国依存っていうのは、もう正直、これはね、私は経済安全保障上、どっちかっていうと私は考え方としては保守なんで、中国依存は依存になりすぎるのは非常に良くないと思ってますし、でももうすでに中国依存になってる会社が多いんですよね。でもそれは、とっても危ないし、良くないよっていう、指揮者の方のご意見も多いんで、私もそう思うんだよね。思うんですけど、でももうズボズボの関係になってしまってる会社がとっても多いっていうのは一方で事実で、ですから経済界っていうのがなかなか中国に対して毅然とある態度が取れてないっていうのはやっぱりおそらくそういうことなんだよね。ですけどやっぱりこっからまた中国にどんどん突っ込んでいくってことはやっぱありえないと思うので、そこは少しずつフェードアウトっていうか引いていくんだろうとは思うんですけど、今まで言った分についてはね、もう言ってること事実なんで、ここはやっぱり影響は大きいですよね。もし恒大がデフォルトになった場合っていう、世界的な市場っていうのは、恒大はね、もう多分今デフォルト状態なんですよね。実は利払いを受けてないっていうのをドイツのある団体がですね、ドル建ての債券の利払いを私は受けてませんというのをドイツのある団体がもうすでに言っていて、で、それっていうのは日本の考え方で言うと明らかにデフォルトなんですね。なんだけど、デフォルトではないと言い張ってるんですね。ですけど、今年中は利払いの、ちょろちょろぐらいですけど、来年、再来年となってくると、利払いも大きくなるだけじゃなくて、今度は元金の返済とも出てくるんで、どっちにしても、恒大集団っていうのは、政府が丸抱えで、助けたりしない限りにおいては、デフォルトになることっていうのは、もう、まず、十中八九間違いないんですよね。その影響がどれだけ大きくなるのかっていうところは問題で、これが今までの普通の資本主義の国だったらですね、読みやすいんだけど、中国って国は、政治で何もかも決めていくところがあるんで、お金がね、高い金利でないと借りられないような企業でも、それが国営企業だったら、中身がボロボロでも低い金利で借りられると。そこそこ優秀でまともな会社でも、民間だったら、えらい高い金利払わされると。要は経済合理性とか、いわゆる資本主義の考え方に基づくですね、格付けに応じた金利とか、そういうことも、なかなか我々の考えているような常識では、測れないような国なんだよね。ですから、そういう意味でやっぱり、恒大の処理っていうのをどうするのかっていうのはもう、これも想像の世界なんですよ。政府は助けるんですか？いや、ですから、今すぐ助けることはしないんですよね。ですけど、デフォルトにならないように、一応表向きまだデフォルトになってないかのように装わせてるのは、ひょっとしたら今は恒大の問題を大きくしたくないという政府の考えがあるのかもしれませんね。で、特に共同富裕っていうことを打ち出して、で、習近平さんはなんせ来年ね、第3期目に向けての足固めしたいところなんで、今そこで恒大に足引っ張られても困るし、逆に今恒大を救っちゃうとですね、共同富裕にちょっと反するっていうか、いうところがあるんで、とりあえず先延ばししてですね、自分の足場が固まったら、でもその時も世界経済に影響が大きくなりすぎて中国が悪者になりそうだったら、そこから助けてもいいやぐらいの。まあそんなシナリオが中国っぽいかなと。毎日の政治やニュースを投資に活かしたい方はチャンネル登録をどうぞ。